皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。はい、今回ですけれども、はい、昇級試験の結果が、まあ、届きましたので、まあ、今回の動画は、ちょっと昇級試験、第50回になるかな。昇級試験をちょっと振り返っていこうかなというやつです。まあ、早速見ていきましょう。はい、自分の方は、まあ、一応ね、今回、当人の覇者のガイが、新規で、まあ、来るというところで、300以内やったと思うんですけれども、ゲットできるのが、まあ、チケットという形なんですが、300以内まではもらえるというところが、300やったよね、確か。うん。まあ、あったんで、その辺をまあ、うん、一応狙ってという形で走っておったわけなんですけども、まあ、無事、270位というところで、まあ、ギリギリといえばギリギリなんですけども、まあ、最後の方まで、うん、終了するところら辺まで、ぼちぼちとできたんで、まあ、この辺は安心して見れたかな、というような感じ。で、まあ、114っていうのが最大連勝数なんですけど、まあ、最終150何本までいったかな。うん。154、5、うん、まで、周回しました。で、倍火薬の方も、何個くらいかな ?5、60個かなは使ったかな、と。ああいうような感じで、はい、今回の昇級試験は、まあ、目標の、うん、位置にはたどり着けたんで、まあ、個人的には、うん、よかったかなというところで、はい、順位の方を見ていこうかなと思うわけなんですけれども、でも本当ね、自分もこの、まあ、結構やった方でこのランクというかその順位なんで、もう本当、こういう、入賞されてる方っていうのは皆さん本当すごいなと、毎度言ってるんですけど、まあ、すごいなと。まあ、中でもこの、トップ10というところになってくると、やっぱこれ格別なものがあって、うん。まあ、それぞれね、プレイヤーというか、そのユーザーの方の、うん、環境っていうのはそれぞれね、社会人の方ですとか、あとは学生さんであったりとか、まあ、いろいろ主婦の方であったりとか、まあ、いろいろね、環境は違えど、やっぱここやらないとね、ポイントはたまらないんで、もう本当頭が下がる思いですね。もう10位の、トップ10に入られてる方々は本当、特に、うん、すごいなと思います。というわけで、まあ見ていきましょう。はい。1位の方、早期さんですね。本当、おめでとうございます。もうポイントを見ても、ぶっちぎっておると、まあ連勝数に関しても、まあぶっちぎってるっていうところも、まああるんですけど、まあ、編成もいい編成ですよね。で、今回のその、昇級試験で、特に、その、神たち、うん、まあ、早期さんも編成されておられるんですが、うん、こいつがやっぱ、その、周回の速度という意味では、結構、うん、キーになってたのかなと。まあ、ちょっと自分持ってないんで、その体感的にはちょっとわからないんですが、あの話、うん、を聞くと、やっぱり、うん、スピードっていうところでは、なんか変わってくるみたいなんで。うん。まあ、いろいろ素の状態ですね。うん。あれが結構やっぱり、いいみたいで。うん。自分も欲しいなと、思うばかりなんですが、早期さん1位、本当におめでとうございます。そして2位ですね。柳さん、おめでとうございます。もう本当素晴らしい。もういつも上位入られてる方なので。うん。もう本当すごいなと。すごいなという。で、今回、こういう昇級試験の、動画撮ったらいつもすごいな人しか、言ってない語彙力なんですが、まあ、うん、すごいなと。いうところで、はい、3位。何してるんですかっていう話なんですが、はい。3位。ワンさんですね。おめでとうございます。もうしれっと入っておる。本当。全然、そんな素振りを、ちょっと個人的、もう感じておられる方は中にはいらっしゃったかもしれないんですが、自分としてはもう全く気づかへんかった。うん。教えてくれてもよかったのにっていうような感じなんですが、ワンさんが、3位。うん、入っておられるというところで、本当におめでとうございます。もうほんとね、こっそりやってはったんかな。というところで、4位の方、ハッピーさんですね。おめでとうございます。まあ、ハッピーさんも、ずっとずっと入賞されてる方なんで、はい。もうほんとすごいなぁと思うばかりなんですけれども。ね、よく、まあ、ミラティブの方ですとか、まあ、ツイッターの方でももちろんそうなんですが、仲良くさせていただいてる方なんで、ほんと嬉しい限りなんですけども、もうお疲れ様ですと、はい、言いたいかなと思います。
で、絵文字の方は多分フォロワーさんじゃないと思うんですけども、おめでとうございます。本当にこの方も結構、ずっと、確か絵文字のこの方ですよね。入ってらっしゃると思うんで、もしかしたらそのツイッターとかでは、別の名前で、フォローいただいてたりとか、もしかしたらするかもしれないんですけれども、この感じの、ユーザーというか、そのアカウント名の方っていうのは、あんまりちょっと、なんて言ったんですかね、記憶にないんで、もしかしたらされてるかもしれませんけれども、いつも入賞されてるという意味では、すごい、印象に残ってる方なんで、ほんとすごいなと思います。お疲れ様でした。そして6位のペポさん、お疲れ様です。で、7位、レイさんですね。この方もいつも入ってますよね。ほんとすごいですよね。はぁ、もうお疲れ様でしたですね。ほんと。おめでとうございます。そして、8位の方、A さんって読むかな。もう、この方もちょっと、存じないかもしれないですね。お疲れ様でした。おめでとうございます。9位のお待たせ待ったの人のダフマさんですかね、これはね。おめでとうございます。本当ね、この方も頑張っている時はもうすごいね、上位にランキングされてるんで、本当すごいなと思います。ね、この仕事もされてたりとか、まあいろいろある中でのこの順位なんで、本当頭下がる思いです。お疲れ様でした。おめでとうございます。10位のクマランさんかな。おめでとうございます。お疲れ様です。この方もちょっとどうだろう。ちょっとわからない。で、フォローされてたら失礼な話なんですけど、申し訳ありませんが、あんま記憶にはないんですが、すいません。おめでとうございます。あとはちょっとざーっと行きましょうか。ロイトナンさん、おめでとうございます。お疲れ様です。ワーさんもそうかな。おめでとうございます。お疲れ様です。タツミさん、おめでとうございます。お疲れ様です。佐藤さん、おめでとうございます。お疲れ様です。ヤガミさんですね。お疲れ様です。おめでとうございます。そして17位サクロンさんが入っておる。おめでとうございます。すごいですね。もうサクロンさんも結構いろいろ大変でしょうけれども、この順位におるということがもうすごいなと、限られた時間の中で、集中してやる、その集中力もさすがかなというような、イメージなんですけれども、本当おめでとうございます。いや、ていうかもうほんまお疲れ様ですと言った方がいいかもしれないですね。特にお疲れ様でした。レイラさん、おめでとうございます。お疲れ様です。アマスターさん、おめでとうございます。お疲れ様です。ポンクロさん、おめでとうございます。お疲れ様です。はい、ヘローさんですね、おめでとうございます。お疲れ様です。コウさんかな、これ、おめでとうございます。お疲れ様です。あ、どんどんさん、お疲れ様です。おめでとうございます。イルミナジーさん、おめでとうございます。お疲れ様です。そして、マチャさん、おめでとうございます。お疲れ様でした。青しきさん、おめでとうございます。お疲れ様でした。グッチンさんもですね、おめでとうございます。お疲れ様でした。先行さんもそうかな。おめでとうございます。お疲れ様です。エルタンさん、おめでとうございます。お疲れ様です。ビビさん、おめでとうございます。お疲れ様でした。田中さん、おめでとうございます。お疲れ様でした。すごいですね、本当。この方もずっと入っておる。まさきさんもおめでとうございます。お疲れ様です。そんなとこが、まこさんもそうかな。おめでとうございます。多分、お疲れ様です。オリンポスさん、おめでとうございます。お疲れ様でした。そして最後、50位がクロノスさん、おめでとうございます。なんかクロノスさん、前もこの50位とかじゃなかったな。ちょっと勘違いで申し訳ないです。おめでとうございます。お疲れ様でした。はい、というわけで、もう本当ね、すごい、方々がもう今回も入賞されておるというところで、まあ本当、上位トップ10の方々には本当ね、頭の下がる思いというか、まあ先ほども何遍も言ってるんですけども、すごいなというところで、ちょっと長めに時間を取らさせていただきました。はい、というところで、ちょっと一応人気順を見ときましょうか、今回もね。で、やっぱりこの、ね、絆なるサス入っておるというところで、やっぱり、自分のやってる印象的にも、一番やっぱ出てきたかなというところ。まあ、なんといってもコストゼロで使えるという利点を活かして、どの編成でも入れるというところがやっぱりあるんで、この子をリーダーに使ってやれば、どの編成でも対応できるというところがやっぱあると思うので、
入りやすいっていうところでは、うん、そういうことかなという感じ。そして2位に誕生日になると、これ入っておるんですよね。やっぱ強かった。もういっぱい出てきたからね。うん、二度状態になれば、うん、まあかなりややこしい。うん、ほんとね。まあいろんな対応としてはいろんな方法があるんですけれども、まあ自分としてはまあちょっと前の動画か前々の動画ぐらいで、編成の紹介というかチラッと見さし、言ったと思うんですけども、まあそういった意味ではなかなか厳しいかなというような状態やったんで、うん。まあ、うん、大変やったかな。で、3位の絆なると、絆じゃない、奇跡なるとやね。うん。もう、入っておるというところで、うん。そう、結構、出てきましたよね。そして9のナルサス。このナルサスに関しても、やっぱり復活もあったり、うん。あと、いろいろね、うん。火力もあったりとか。あとは解除もできたんかな。いろいろ状態解除もできたりとか、いろいろあったんで、うん。この辺の順位。やっぱり体感的にも出てきたかな、というようなところ。そしてこのサスケ、神サスケですね。うん、よく出てきましたね、確かに。そして仙人ナルト、うん、この辺も常連ですね。神かぐや、そして破神のイタチ、ここは自分は結構使っておったんで、うん、うん、心強かったですね。まあ相手に出てくっていうよりも自分で使った方が強かったんかなという印象。で、この、そういう意味ではサソリもそういったことが言えるんかなというような感じですね。まあ、先制攻撃が飛んできたら、自分としては、なんちゅうですかね、紙指数入れておった手前上、うん、まあ、結構、うん、ありがたかったっていう印象はあるにはあるんですが、やっぱ自分で使うってなると、うん、やっぱいいかなというような感じですね。そして、滅サスケ、破神のナルトも、破神もナルトもね、やっぱこう、環境的にはちょっと置いていかれてる感はあるんで、やっぱこの辺の順位には下がってきてるんかなと思うんですけども、まだまだまあ使えるといえば使えると思うんで、うん、まだ使っていらっしゃる方もたくさんいるかなというような感じ。そして、この神カカシに関しては、自分も使っておったんですけれども、やっぱその、開幕からのその、なんちゅうんですかね、アビリティで、うん、結構うん、いろいろあったりとか、いろいろあったりて、うん、っていうような感じとか、うん、結構その火力というよりもサポーターとしてかなり優秀やなというような感じで、この辺の順位かなというような感じ。で、破神のサスケ、破神の止水、そして神のイタチ、この子はさっきも言ったように周回速度かなり上がるようなキャラみたいなので、ちょっとぜひともゲットしたいなというような感じ。そして総人の、仙人になると即死のオビト、そして桜、総人の桜ですね。この子もよく出てきましたね。そして、神、狂乱の止水。この子も自分も使ってたんですけど、味方におったら相当、心強かったんですが、相手におったら、うん、もう置いておっても嫌な存在という意味では、この子は、うん、かなり、嫌やったかなというような感じ。で、そして、神のガーラというところで、まあこんな感じで、今回の昇級試験は、お知らせよ。まあ、終わっていったわけなんですけれども、本当改めて、本当お疲れ様でした。またね、今回、ゲットで、申し込みできなかったとか、いう方も、中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、またね、機会はあると思いますんで、次の昇級試験に向けて、まあ、ガチャガチャでいいの当てて、ね、またモチベーション上げて頑張っていきましょう。はい、というわけで、今回の動画はここでお開きとさせていただきたいなと思います。最後までご視聴、ありがとうございました。Thank you.